自民党県連が今日県連大会を開き、知事選や参院選の必勝を誓いました。新潟市中央区で開かれた自民党県連大会には、知事選への立候補を表明している花角知事や、参院選への出馬を表明している小林和弘県議が出席。党本部からは遠藤俊明選対委員長が駆けつけ、花角知事と小林県議はそれぞれ選挙戦への意気込みを語りました。新潟県の成長発展のために私に県政の舵取りを任せていただきたいと。新しい風で新たな新潟を一緒に作ってまいりましょう。必ず奪還します。このほか知事選には住宅メーカーの副社長片桐直美さんが、参院選には立憲民主党の森裕子参院議員が立候補を表明しています。